あまり食欲がなくて、おかゆしか食べていないんです。実はまだあまり食欲がなくて、おかゆしか食べていないんです。好，上司说，そうか。それじゃあ、今日も無理をしない方がいいぞ。好，后面有一个ぞ，这个ぞ就是也是男性的用语，用来提起注意。所以他呢跟这个 A 说这样子啊。それじゃあ、那么今日も今天也無理をしない。無理をしない的话呢，就是不要太勉强自己，不要太累。方がいいぞ。所以那个 zo 是男性用的，所以女生的话就不要用了哈。他说："哦，是这样子啊，那么今天你也不要太累了哦，不要太勉强自己喽。"请汉字老师念过一遍。そうか。それじゃあ今日も無理をしない方がいいぞ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 。はい、ありがとうございます。はい、是的、谢谢您。好、接下来看下面的。好、下面呢、指的是、退社する時の挨拶。退社叫做下班。所以、下班时候的一个问候句。我们看第一。B さん、まだ仕事ですか？ B さん、B 先生、まだ仕事ですか？还在工作吗？接下来看下面。ええ、まだ明日の会議の資料の整理が終わらないんです。ええ、是的。まだ明日の会議の資料の整理。明天、会議是会議。資料是資料。整理是整理。所以明天的開會的資料的整理。終わらないんです。还没有整理好、还没有结束。是的、明天要開會的資料还没有整理好。请韓志老师念过一遍。ええ、まだ明日の会議の資料の整理が終わらないんです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 。そうですか。大変ですね。お手伝いましょうか？そうですか。是这样子哦。大変ですね。哇，你好辛苦哦。お手伝いしましょうか？所以要帮助人家的时候，你可以说："哎，要不要需要我帮忙啊？"お手伝いしましょうか？是这样子啊。那么真是辛苦了。有需要帮忙的吗？请汉字老师念过一遍。そうですか。大変ですね。お手伝いしましょうか？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 ありがとう。でも大丈夫です。もうすぐ終わると思いますから。ありがとう、谢谢。でも、但是、大丈夫です。但是没有关系。もうすぐ、马上、終わると思いますから。我觉得呢、这个应该是马上就可以把它做完了。谢谢、没关系。我想工作应该快要结束了。请汉字老师念过一遍。ありがとう。でも、大丈夫です。もうすぐ終わると思いますから。ありがとう。でも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 大丈夫です。もうすぐ終わると思いますから。頑張ってください。では、お先に失礼します。頑張ってください。请你要加油。では、那么、お先に失礼します。那么、我就先走了。请加油。那么、我要先告辞了。请汉日老师念过一遍。頑張ってください。では、お先に失礼します。頑張ってください。では、お先に失礼します。
頑張ってください。